小杉駅は、富山県伊水市三家にある、愛の風と山鉄道線の駅である。1959年当時の北陸本線、小杉駅駅舎端式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅である。北口側一番線は、下り線として、島式ホーム外側の三番線は、 上り線として使用されており、2番線はかつて優等列車対比のために普通列車が利用していた。駅西側には南北連絡地下道が設けられており、また両ホームと南口は古墙橋で結ばれている。JR 西日本時代には緑の窓口及び売店を有する駅であり、一部の優等列車が停車していた。 経営移管後も緑の窓口は北口に引き続き設置されている。北口及び南口の窓口は直営である。近距離自動券売機は北口、南口ともに一台ずつ設置されている。南口は1996年の開設以来、自治体が委託する小杉駅サービスセンター、運営振興会の簡易委託により運営されていたが、2019年4月1日、 より愛の風と山鉄道に移管された。JR 西日本時代、南口は19時30分から始発まで閉鎖されていたが、愛の風と山鉄道に経営移管後は、始発から終電まで開放されるようになった。ただし、南口の待合室は、防犯上の理由により、19時30分には閉鎖される。また、 JR 西日本時代の2003年から2005年頃までの一時期、当時の小杉町の同様の会から寄贈された同様の CD を使って駅員が駅構内のスピーカーから同様を流していたことがあった。駅の利用者からは概ね好評だったが2005年11月に市町村合併で意味市になったのを機に中止された。JR 西日本時代。 愛の風と山鉄道に経営移後の、しばらくは、2.3番線は、格好ワルツ、1番線は、メリーさんの羊が使われていた。2017年3月の、新旅客案内システム導入に伴い、越中大門駅と共通で、イミズブランドを推進する、イメージソング、イミズムズムズを、イミズ資材獣のシンセサイザー奏者、滝沢拓がアレンジしたものが到着メロディとして、 使用開始された。1975年9月6日当時の小杉駅周辺航空写真。国土地理院による撮影。当駅は国鉄分割民営化後も日本貨物鉄道の専用線発議社扱い貨物取扱駅であったが、1996年7月25日にこれを廃止した。1953年10月10日付。 鉄道広報第百2 5 4号通報専用線。一覧別表には当駅接続の専用線の記述はない。1970年10月1日現在における当駅接続の専用線は以下の通りであった。2020年度の1日平均乗車辞任は2449人である。富山県統計年間、弓水市統計省及び愛の風富山。 鉄道発表資料によると、各年度の1日平均乗車辞任は以下の通りである。駅の南側に大型ショッピングセンター、アルプラザ小杉が1996年11月30日に開業し、それに伴って南口が開設された。2016年10月11日に、ユ水市新開発に移転した。現在跡地には、 片山学園初等科が立っている、富山地方鉄道バスとイミ市コミュニティバスが、北口や南口から発着する。富山地方鉄道イミ市コミュニティバス上花線直通列車は、上花線の港を参照のこと。ありがとうございます。